すがのトランプ氏もやっぱ寂しいんですかね。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回のお題はトランプ氏の思いやりについてです。昨日の安倍総理辞任報道から世界にも衝撃が走ってます。一番の友人とされたトランプ氏からのメッセージをご覧くださいませ。トランプ米大統領は28日安倍晋三首相の辞意表明を受けて、安倍氏は素晴らしい人物、最大の敬意を表したいと述べた。遊説先のニューハンプシャー州からワシントンへ戻る大統領専用機中、記者団に語った。同行記者団によると、トランプ氏は、安倍氏について、本当に素晴らしい友人で、我々は、とてもいい関係だったと強調。実に気の毒だ。彼は、自分の国をとても愛していたし、辞任は、想像できないくらい辛いことだろうと語った。欧州などの同盟国首脳との軋轢が目立つトランプ氏にとって、安倍氏は、最も良好な個人的関係、ボルトン前大統領補佐官を築いていた首脳。辞意表明は、米政府に衝撃を持って受け止められている。民主党大統領候補のバイデン前副大統領も、28日、ツイッターに、安倍氏の友情と指導力に感謝すると投稿。あなたが辞任するのを見るのは寂しいが、強力な同盟関係は今後も続く。友よ、末永い健康を願っていると綴った。との内容です。いやー、ほんと、この事実を知ってからは完全に思考停止しちゃいました。正直、次の有力な総理候補を全く考えられません。それにしても体調が優れない中、長い間感謝しかありませんね。何をやっても叩かれるという状況では誰だって体壊しますよね。以前の民主党政権時から底辺だった日米関係をここまで盛り上げてくださったのは、どう考えても安倍さんの力は大きいですからね。暴露本まで出してあれだけトランプ氏をこき下ろしていたボルトン氏も、安倍総理の辞任については、迷走しがちなトランプ大統領の外交を現実に近いところにつなぎ止める重い金属の鎖のような存在だったと評価し、安倍総理の辞任が両国にとって大きな損失だと言ってるほどですから、日米関係のみならず世界各国が衝撃を受けているのも無理はありません。また次の総理が決まるまでは引き続き職務を全うするとのことですが、ついでに二階氏も辞めてくれませんかね。致し方ないにせよ、次期総理の選出方法などを二階氏に一任するとなった時点で、解説の冒頭でも言ったように完全に思考停止しちゃいました。安倍総理も二階氏の影響をもろに受けざるを得ませんでしたが、個人的には国内の政策はもちろん、せっかくここまできっかけができた対中包囲網を今後どうやって加速させていくかという一点ですね。その先にやっと憲法改正が見えてくると思ってたんですが、全く見えなくなっちゃいました。また次の総理を誰にやってほしいかを強いて言うならば、時期尚早かもしれませんが、個人的には河野太郎氏ですかね。麻生氏は嫌いじゃありませんが、以前みたいに失言が連発し、それを野党の餌にされるだけなのでナンバー2が適任だろうし、石破氏は鼻からありえんし、二階氏が一押しする菅氏は言うまでもないし、いずれにせよ今後の動きを注視するしかありませんね。以上、どうせなら一年休んで第三次安倍政権でも全然 OK ですよ。